こんにちは、田中です。今日曜日の12時00分ぐらいなんですけど、今日昼の15時に起きてですね、それでなんかそのまま起きたまま寝っ転がってたら1日が終わってたっていう感じなんで、これから活動を開始しようと思います。でとりあえずこの布団っていうか寝袋をコインランドリーで洗ってこようかなと思いますね。あんまり洗ってなかったんで、寝袋うちの洗濯機だとは洗えないんで、まああとジーパンも洗ってくるかなと思いますね。ジーパン洗い方わかんないですからね。あと最近三点倒立が体にって見て練習したらできるようになったんで見てください。そういえばコインランドリーって洗剤持っていく必要あるんですかね。一応持っていきます。ああこれ洗濯の量によってあれな値段が変わってるんですね。400、600、800で洗剤はいらなかったみたいです。でこれ一回洗濯始めちゃうと30分ぐらい待たされるんで、やることがなくなっちゃって、まあ、結構深夜だったんでコインランドリー誰もいなかったんで、すごい暇持て余して遊んでましたね。コインランドリー結構綺麗で誰もいなくしいいですね。なんか僕が家をなくしたらこういうとこでコインランドリーで寝てるかもしれないですね。残り1分がめちゃくちゃ長いあるある。おお、乾燥機っていうのもあるみたいなんで、まあ、やろっかなっていう。でこれ30から40分かかるらしいんで、ちょっと買い物行きます。夜行性人間の味方、24時間営業スーパーにやってまいりました。この時間のスーパーの醍醐味としては、こういう賞味期限切れ間近の食材がこういう半額とかで売ってるっていうのを眺めるのが楽しいですね。笹かま、まあ、100円はちょっと高い。ちくわ74円もちょっと高い。サラダマリアージュ99円もちょっと高い。これ最初から高いんですかね。あと夜中は猫をこうやって気兼ねなく撮影できるっていうのもいいかもしれないですね。まあ、僕一回持ち帰らせてもらえたことないんですけどね。で酢の物作ろうかなと思って、でとりあえずきゅうり買ってきたんで、はい、酢の物完成しました。あと牛乳寒天買ってきたんですよ。牛乳寒天はなんか食物繊維が結構あるみたいなんでいいと思いますね。牛乳プリンとほとんど味が変わらないのに罪悪感がないっていう。誰かが来た痕跡がありますね。お、終わっていますね。あれ、乾燥してない。ジーパンは乾燥しないみたいですね。いや、なんかジーパン以外もタオルとかもちょっと濡れてるんで、まあ、これは完全に乾くっていう感じじゃないのかもしれないですね。洗濯機30分とか回ってたんで、僕いつも10分ぐらいで終わらせちゃうんで、あ、こんなにちゃんとやるんだって
って感じはしましたね。以上です。